日本人の学生が世界を変える、合コン丸彦の本当のことのお話のお時間です。今回はね、大転換が加速しているということについてお話をしたいと思います。まず私自身が、暗黒の10日間って言いましたけど、私自身もそういう、大転換の波の中でね、自分のね、正気を失ってしまったというか、そういう時があったんだけど、私だけではなくって世の中ではたくさんのトラブルが起きてるなという感じがします。まず一つは、世間をね結構騒がせたということでもないんだが、青汁王子こと三崎裕太さんが、多額のね、投資の失敗をして一文無しになってしまったっていうね、動画を配信しましたよね。あれね、見てるといろいろね投資失敗してお衣装をかけて、30億、亡くなったとかね、いろんなことを言ってますけど、そういう青白王子で、あれだけね、事業が成功してる人でもそういうどん底に落ちてしまったんだっていうニュースがまず騒がれました。でも青白王子に関してはね、あれ実は炎上商法で、実は本当は困ってないんじゃないのっていう情報も出てますね。これは真偽のところはね、私にとってはね、一つのなんか、ゴシップ的なというか、ものかなとは思いますけれども、ただ言いたいのは、そういった成功者ですら、落とし穴に引っかかることがあるということなんだよね。それからこれはプライバシーの問題もあるので細かいことは言えませんけれども、私のもとに、大変なことが起きてしまったっていうね、多額のね、詐欺にあったというね、そういう相談が持ちかけられました。その方も、ビジネスがねちゃんとできる方で、今までそれなりの、苦労もされてきたけれども、いろいろね、人にいろんなことをアドバイスをできるような立場の人が多額の詐欺にあったということなんだよね。そういうことが非常に多発しているというふうに思います。それから事故があったとかね、これから来週富士山に私たちは登ろうと思ってますが、富士山でね命を落としたという人もどうもあるみたいです。ということで大転換の、一つのね兆しというか影響というかで、今まで成功してきた人、今まで、いろいろなね、頑張ってきた人でも、罠に落ちるというかね、罠っていうとおかしいんだけど、時代の流れに翻弄されてしまってそういうことが起きることがあるよという話を今日はね皆さんにお伝えしたかったんです。ということでこのテーマについてはちょっとね何回かに分けて話をしてみたいなと思います。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録をまだしてない人はぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。今何